さあ、どういう感じで使ってんだろうな、今回。大丈夫かな、取れてるかな。やれやれ。とりあえずはここにやっとく。はい。最初はグー、じゃんけんパー。わあ、もうちょっとこっち入ってね。こっちもう一個担当。それ、合言葉って、できなくて、まあ今はちょっと近すぎたから、あれだけどね。合言葉分かった瞬間に先生ボタン押せるのが大丈夫。大丈夫かな。いや、マジで大丈夫これ。すぐ出るから。一緒に出るから。そうかい。その自信はどっから生まれてくるんだろうか。いや、本当に。だってこれ、ネット通信しなくてもなんか、ランダムだから。あ、とりあえずあれですよ、動画的には近況報告とかからね、入ってこうかなっていうところなんやけど。いやー、はい、とりあえず動きが多いにあったのはいいですからね。はい、ね、まあ、言える範囲でになってくるわけですけど、はい、あれ、この動画、前に出た時は、まだあれか、東海に行く前やんね。はい。無職の時でしたね。無職の時だよね。はい、それだ、それで連れますって言って始めたんやから。はい、で、今も無職です。じゃあ働いてないじゃん、私。で、いいと思う。はい。あの、実質、それで間違ってないと思う。まあ、正確にはね、この間に、一回、あれ、東海市やったっけ、はい、の方に行って、働き出した、おお、ついに働き出したかっていう話をしとったのが、今や懐かしい。ねえ、なあ、まあ、使える頼むよー、頼むよー、おじいちゃん頼むよ、おじいちゃん、使える映像にせんでくれ。チャンスやったらすっかり忘れてた。ここ鈴鹿のさ、中央通りあるあるないけどさ、うん、あ、そうやった交差点やったってちょっと多くない、なんて言ったらいいの、あの交差点がさ、ちょっと独特やん、この中央通りって。うん、うん、あの右折帯の取り方というかさ、はい、うん、なんなんやな、この独特な感じは。地元民はもう慣れたもんだから、うん、そんな気にならんけどね。四日市民は走っとって、はい、ああってなることがあるけど、確かにここを真っ直ぐ行ったところのなんか2車線が無駄に2車線になるところ、うんうん、あれは分かる。今の時間さ、まだちょっと吸い取りでいいけどさ、あの、そういう夕方の混雑時間帯とかさ、ほんまにさ、わわわわってなるよ。なるね。ああって曲がり飛ばれたっていうこと、そういうのや。ひだたまに来ることになってる、それだけあるもん。あ、そうね。逆にここ逃がすと次がね、結構関西手前の日高の駅前ぐらいまでいないのか。日高の駅前のところやっとくか、とりあえずここから辺からでじゃんけん、はい、最初はグーじゃんけんパー。なんでかった、ダンスがそういう絵って本当ですか、言わないで。お前ここで勝ってもさ、はい、ここで勝ってもさ、うん、駅のロータリー入るだけだぞ。そうね。じゃあその後でまた。そうだね、うん、駅のロータリーか。いや、ここ曲がればロータリーかい。ここ、あ、この手前か、うん、あ、曲がったことないよ、ここ。そんないな。でもね、初期の動画で一回ちらっと映、あの、映したことはあるわ。あの、平田町、何人で来たっけ、あ、
あれだ、3日市駅と四日市駅を間違えてしまったっていう、はい、まだ投機があって、あ、もう当時すごいよ、サムネイルすら作ってなかったんやから、うんうん、適当にあの自動生成で出るとやったらポチッてして終わりっていう、うん、やってやってんけど、だか悪そう、あれやばかったよ、その時にそう平田町まで来たんだよ、うん、返すなんてもう何も面白かった、返し駅はねびっくりするぐらい鳥だかも引っ張りもなかった、うん、うん、何もなかった、うん、本当に何もないんだよそれであまりにも鳥居だからなさすぎて、え、3日駅から日向まで歩いたんやったっけの、どこまで歩いて、うん、そうやな、だって三日市の隣がもう平田町やもんな、そう、それでね、ちょっとこその時にちらっとこの酒屋さんのあたりまで、うん、バッと見たけど、なんもねえんだよな、まあでも平田町駅っていうとね、平田とかから南の方にね、サーキットの方面に向かってる人が圧倒的だと思うんで、こっちの方はね、あまり動画とかで、あの一般の人もね、来ることが少ないやろうから、ただね、運転はしにくいところなんだな、この辺り、じゃんけんする余裕もねえぞ、これいや、これ、右手いけんの？どうなんだろう、最初は、やつ、じゃんけんする待ってたんだ、はい、このさ、マネージとかもさ、あの、お見張り警察さん、自称、あの、正義警察さんみたいな人とかね、はい、あー、細かいね、あ色もそういう自分のために、うん、警察じゃないとか、だからさ、映像とか見てさ、ここはあの交通法違反になってるんじゃないですか、ああ、そういうことね、うん、動画の視聴者さんとね、そういるね、あちなみに、うん、TC さんが言っとったタイプの人もおるよ、うん、具体的には言えやんけど、はい、昔働いとった某職場で、うん、有名なスポットがあったから、うん、もうそこの近くに住んでる人が、まあ、いわゆるそういう政治自警団みたいな感じになっちゃってる人がいて、もうだから仕事ももうやめちゃってずーっと監視しとる、うん、で赤い車がひとたびちょっとでも停止線越えようもんなら、うん、もう即電話、うん、もうであそこの交差点は気をつけろよっていうスポットがあったりとかして、大体分かった、でも大体は分かってきたよ、はい、どうかもうこの堤防がね、全てを こういうところにこんな団地あったんだね、うん、堤防までは全開、堤防出た、そっから堤防入れるんだな、うん、一応堤防から右折できたよな、あ、左折もできるよここ、うん、やっときますか、じゃんけん、最初はグー、じゃんけんグー、アイコは、はい、やっとくか、やってみましょう、アイコでチョキ、左折、まあいいでしょう、1号線出るんやから、ん、1号線にぶつ、1号線この先やろ、はい、ここやで、あ、ここ、ここや、ここで やるよっていう、あ、そうなの、これ右折じゃ、もう左折も使ってないかな、そう、だから今俺、わーって言うとここ左折ってそこはあまりと真面目に左折するんだ、
まあ。今行けたと思うけどね。